はいどうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はですね、また EDH を作ることになりまして、シングルカードをね買っちゃったんでね、そちらのね紹介をしようかなと思います。ということで今回買ったのはですね、この中にジェネラル入ってるんですけど、何を作ろうかと思ったかというと、聖トラフトの霊と、あとオリビアのねデッキを作ろうかと思いましてね、いろいろパーツ買っちゃいましたね。ここら辺に載せておきますね。はい、でとりあえずこっちに入ってるんですけど、もうなんか2枚見えちゃったけど、ブラッドクリプトと、はい、変更畑ですね。で最近ね、その高額帯のカード、なんだっけ、クリプトとかフンボとか、結構高いものは使い回すことができるなと思いましてね、それで使い回す以外のところをちょこちょこ買ったりしたら、なんか意外と安くできちゃうな、できちゃうなと思って、でちょっとね、大変なことになってますね。今回も先週1個デッキを作ったはずなのに、なんか今回2個を作ろうかという感じになって、ああそうそう、こいつね、こいつ、はい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 、こっちは結構お高めのカードを買ったんですけど、ちょっとポイントを使ってだいぶ安く買えたんで、いろいろ買っちゃって、これで全部で5000円ぐらいで買いましたね。はい、あで、そう、こいつね、オリビア。ジェネラルにしようかと思ってる、戦争のなんちゃらのオリビアだったかな。シークレットレイヤーのこちらのね、イラストが非常にかっこよかったんでね、これを使いたいなと思ったわけですよ、僕は。で、しかもなかなか能力が強くて、3マナ33飛行で、他のクリーチャーが戦場に出るたびに手札を捨てると、そっちにプラ1カウンターを置いて速攻を持って、で次にヴァンパイアになるっていう感じなんですけど、これかなりアグレッシブな能力だったんで、しかもイラストかっこよくて、これなかなかいいなと思って買っちゃいましたね。はい、いやこれはなかなかいいんじゃないかな。あとこれあれですね、これオリビアのドラキュラのオリビアのやつですね。これはなんかリアにしてくるやつだったかな。アタックするためにターゲットクリーチャーをリアにしてくると。はい。で、この、なんだっけ、このドラキュラのバージョンのデッキを作ろうかなと思って、いろいろ探してるうちにこいつに行き着いて、あ、こいつかっこいいなと思って、で、こいつ主体のなんかこのデッキになりましたね。はい。ということで、意外とこっちはいろいろ買っちゃいましたね。はい。あ、で、変更畑と、バンチュー、ビジョンズのバンチュー。バンチュー、はい、ここはなかなかいいですね。はい、いいのを買っちゃいました。で、あとはブラッドクリプトと神聖なる泉ね。はい、マジでね、ここら辺も使いますぐらいは欲しいんだけど、とりあえず使いますぐらい貯まるぐらいまでは1枚ずつでも買っておこうかなと思って買っちゃいましたね。ショックランド、やっぱりこのショックランドかな、一番かな今のところは。ラブニカリマスターのショックランドもかっこいいんだけどね、いかんせんね、結構高かったりするんで。はい、でこれが別の店で買った、某太陽の店で買ったやつですね。はい、よっしゃ、これらも開けてっちゃいますか。いやー、なんかね、明細見た感じね、100枚ちょっとぐらい買ってるみたいだったので、お店の人めちゃくちゃやっぱり大変だったんだな、大変だろうなと思って見てましたね。はい、多分大変だったんだろうな。あの明細書が5、6枚来てました。あ、大変だったろうな。はい、よし、まず1枚目、正義の戦事目。はい、これは聖トラフトの霊で使うやつですね。天使デッキにしようかと思いましたね。はい、天使、そうそう、天使44の天使が出る、僕の YouTube チャンネルのあのイラストとかもアイコンとかもそうなんですけど、あれ44の天使を想定して、作っていまして、それのね、いっぱい出るデッキを作りたいなと思ってね。はい、そんなカードいっぱい買っちゃいましたね。シュタインハイムの解放、これ4マナで予言があって、1マナ XX で44の天使が出てくるやつね。はい、こういうのをね、いっぱい買っちゃいましたね。ニクスの睡蓮はまた別だけど、てかこれホイールがすごい曲がってるな。治るかな、ちょっといっぱい。ニクスの睡蓮はタップ状態で出てるんですけど、色を一色選んで、その新人に等しい点数のマナが出るっていうね、なかなか単色だったら強いカードですね。はい、あ、で、これね、ここら辺は、オリビアの敵に入れるカードですね。で、これ、ヴァンパイアとかじゃないんですけど、
こいつね、ヴァンパイア騎士っていうね、クリーチャータイプでして、騎士デッキにしようかなと思ってます。ヴァンパイアデッキ、まあ、反ヴァンパイア、反騎士みたいな感じですね。はい。あで、これ、3マナでクリーチャーかプレインズウォーカーを破壊することができる、なかなか強いカードですね。で、死亡したら、こいつが死亡したら、ライブラリのボトムに置くという、はい、ちょっと面白いカード。あで、こいつも結構強いんですよね。コンラッド卿ね。こいつアンコモンなんだけど意外と強いですよね。5マナ5、4で他のクリーチャーが1体死亡するか、クリーチャーが戦場以外の領域から墓地に置かれるか、クリーチャーカードが1枚あなたの墓地を離れるたびに各対戦相手に1点ダメージを与えると、墓地に置かれても1点ルーズだし、こいつから墓地から戻ってきても1点ルーズだしみたいなことができるんで、結構ねこいつバカにならないライフルーズをするんじゃないかなという感じですね。はい。これは何、1マナ1、1摂取のゾンビ騎士さんで、出来事があって1枚引きつつライフルーズっていう感じのカードですね。はい。こういうのが結構入ってます。騎士デッキですね。騎士デッキ。エクステンライフを得て、各対戦相手はそれぞれエクステンのライフしない。それが騎士の数。で、2マナ2、1のハンコン。はい。恋に落ちた剣士。このイラストもかっこいいですしね。あ、で、これね。これはセイトラフトの例のやつですね。2マナ X で、兵士が X 体出るんですけど、X が10以上だったら、ヒュン用の天使が出ると。はい。そういうカードですね。はい、これはオリビアのデッキで使うですね。これ、ホイールの、あれだな、ホイールのパックだったんだな、多分。1マナでこいつは、クリーチャー1体を対象として、マイナス X 修正。クリーチャーは、X は墓地にあるクリーチャーの数に等しいと、はい。死亡するなら追放する。あ、こいつも強いですね。正規探求者、4マナでアタックするたびに、吸血鬼1体がアタックするたびに、各対戦相手は1点ルーズで、こっちが1点ゲインと。いっぱい、復活させたやつじゃないや、このオリビアの効果で全部ヴァンパイアになるんで、ヴァンパイアの効果がいっぱい誘発するみたいな感じになりますね。はい、やばい、このフォイルがやばいね、これ。ハゾレットの日、これ赤マナの、赤のクリーチャーのマナコストが少なくなって、そのクリーチャー呪文を唱えるたびに、カードを捨ててワンドローできるやつ。これは全てのクリーチャーを追放して、紅葉を達成してたら、44の天使が出てくるやつですね。はい。これは入れるかどうか分かんないけど、44の天使が出るやつは、とりあえず全部買いましたね。はい。そんな感じですよ。強いのかどうかは分からない。マジで。セイトラフトの例のデッキとか、多分装備品とかつけて戦っていくと思うんですけど、天使を出したいがために、ただ、セイトラフトの例にしただけなので。どうなんでしょうねっていう感じになりそうですね。これはまだ、はい。あ、これは単純にオリビアのデッキに入れる土地ですね。はい。あ、これはセイトラフトの例に入れるデッキ。白青の土地。で、これはそう。発掘して、墓地にカードいっぱい落として、で墓地から釣ってきたやつもオリビアの効果で速攻を待たせたりとかすることができるんで、こういうドレッジのカードも入れてますね。はい。で、タリスマン。このタリスマンね、意外とね、ないんですよね。意外とね、再録されても、逃走者デッキのカードの1枚として入ってるだけだったりするんで、意外とね、なかったので、ちょっと意外と高かったけど買っちゃいましたね。はい。これは、なんか手札に墓地にあるクリーチャーカードを落とすやつね。で、これは赤マナを黒マナに変換できる謎のカード。で、これは、墓地にあるクリーチャー分黒マナが出る悪いカード。はい、これは、騎士さんですね、騎士さん。サモンクレリックって書いてるけど、クリーチャータイプに騎士があるはず。書いてないけど、2マナに1でプロテクション白で、2マナで、プラ1プラ0と、あと、もう一つが先制攻撃を持つすることができる。謎の騎士さんですね。これはなんか死んだだけ、ドローができるんだったかな。うん。戦場に出たときね。はい。こういうのをね、結構入ってますね。ブラックナイト。はい。かっこいい。騎士デッキにしようと思ってるんでね。オリビアのデッキは。これはなんだ？あ、そうそう。これは、あれだな。セイトラフトの例につけて、アンブロにしてっていう感じですね。これは騎士が出るたびに、唱えるたびにか、アンタップするやつ。はい。1点飛ばすやつね。これは何だったかな、キッカーしてたらゾンビが8体出てくるやつかな。うん、めちゃくちゃマナー重いけどね。まあ、必殺技みたいな感じで。あ、で、これは騎士さんですね。ヒューマン騎士。
速攻を持っててバトルクライアタックするたびに他のクリーチャーがプラ1プラ0で、こいつがアタックするたびにパワー1以下のクリーチャーにはブロックされない的な感じだった気がする。あ、でこれちょっと買っちゃいましたね。決闘の踊り手だっけ、なんだっけ名前忘れたけど、ブラッドラインキーパーですね。4マナで33でタップで22のゾンビが、ゾンビじゃねえ、ヴァンパイアが出てくるんですけど、変身することができるんですよね。はい、っていうかこの普通のタップ能力だけでも非常に強いんですけどね。はい、はい、でこれはあのフロムトゥキュートトゥブルートの両面にコンセプトを置いたシークレットレイヤーのデッキに入ってるやつですね。で裏返ると、全体ヴァンパイアがプラニプラニと、タップでヴァンパイアが出る能力は変わらないのかな。はい、ということで裏返るとめっちゃ全体パンプアップさせて、でこいつ自体がもうこいつだけでいっぱいヴァンパイアを出すことができるんで、でそれが裏画面になったら全体強化して殴ってくるんで、なかなかなんかもう一人で完結してるようなクリーチャーなんですよね。はい、これはいいですね。でそうそう、このね、あのフォイルバージョンも買ったんですけど、こっちのカラーの方がかっこいいなと思って、こっち別のお店で買ったっていう感じですね。でこのね、このカラーバージョンのフォイルがなくて、別のショップにはあったんですけど、ちょっと間に合わなそうだったんで、とりあえずこのフォイルとこちらのフォイルじゃないやつを買って、でフォイルのやつはまた別の機会に買おうかなと思っています。これもなんか曲がり方かしたらフォイルっぽいな。いやちょっとフォイル結構曲がってるな。某太陽のお店のフォイルって結構曲がってる印象ですね。はい、生徒ラフトの人、これ直せるかな。直すのちょっと時間かかるんだよな。これあれですね、3マナでエンチャントクリーチャーで生徒ラフトの霊になれるみたいなやつですね。はい、アタックするたびに44の天使が出てくる。はい、あーでこれで、ね、これが天使が出てくるやつですね。アタックするたびに天使クリーチャートークンを生成する。でこれは生徒ラフトの霊と違っていなくならないので偉いですね、はい、ってやつですね。でちょっとイラスト違いでもう一枚買っちゃいましたね。はい、でこれは、あそうそう、これオリンパのデッキに結構墓地から再利用するしようかなと思っていたので、こういったのも買いましたね。墓地から隣るためにクリーチャー1体からプレイヤーに2点飛ばせると。で無限の火時計ですね。これね、なんで買ったかというと、生徒ラフトの例の天使クリーチャートークンをと終了時にいなくなるんですけど、これって使ったらもしかしたら天使トークンがいたまま、残せたまま天使トークンを残したままにできるんじゃないかなと思って買ってみたんですけど、あのよく調べたらダメでしたね。あの生徒ラフトの例の天使トークンって戦闘終了時にいなくなるらしくて、自分のターンの戦闘終了時にはいなくならなくなるんですけど、相手のターンの戦闘終了時にまたそのいなくなる効果が誘発するらしくて、結局ね消えるっていうことが分かって、これはなんで買ったのかよく分かんなくなりましたね。はい、で国玉の大メダルですね。黒の呪文は一番少なくなる、強い。で騎士のクリーチャーですね。しもべサイクル、ここで活躍するとは思っていなかった。4マナ41で意外と強い。全ての黒のクリーチャーはプラ1と赤のクリーチャーもプラ1で、こいつが対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象になるたびに4点のライフルーズを発生させるという、なかなか意外とこういうの強いカードですね。はい、でダックムーアの回収場、ハックス2がある、車の出る土地ですね。これはなんだっけ、これが場に出たら44の天使が出てくる。はい、かっこいい。で特別観覧室、これは普通に何ランドって言ったっけ、なんとかランドですね。はい、多人数戦だったらデュアルランドみたいな感じで使えるやつで、四天使の体験ね、これ結構強いですよね。プラニ修正と、まあ、なんかライフいっぱいあるやつに、プレイヤーに殴りにかかると、44の天使がアタック状態で出てくるっていう。はい、うん、で、生徒ラフトの霊を素通りさせたいために、基本でない土地渡りを持つロリアンのブローチ、先駆者の長靴ですね、っていうのを買いましたね。これは英雄譚の最後が誘発するたびに44の天使が出てくるけど、英雄譚あんまり使わないなと思って、これはとりあえず外そうかなと思っているカードの1枚になったやつですね。はい、で天使がいっぱい出てくるから
若年の戦乙女強いかなと思ったけど、とりあえず買っちゃったけど、これ入れる枠ないなってちょっと思いましたね。意外とこれ高かった。これは2マナ瞬速で、騎士がデスタッチとライフリンク持つやつかな。意外と2マナ3位で強いと。でこれはトップのカードを2枚切削して2マナで、墓地のカードをライブラリに入れて切り直す的な感じのカードだった気がしますね。はい、まだある。聖ドラフトのレーモン買ったんだよな確かな。お、ここは結構干渉剤だな。あ、これ全部干渉剤だった。あ、でこれね、めっちゃ切削するやつですね。アップキープに2つ英語カウンターが2つ乗ってて、でその分切削して、でデッキにカードがなかったら、カードを引かないと確か。でグレイブヤードからクリーチャーカードを唱えることができるのかな確か。あ、違う、戻すのか、クリーチャーカードを戻すのか。んで、なんかそれができないと死ぬっていう、なんかそんな感じのカードですね。でこれは、あ、これも騎士の一体ですね。なんだっけ、ナイトランペイジャー、5マナ6号トランプルで、確かランダムに対戦相手選んで、その人を殴りに行って、でこいつが死んだらランダムに対戦相手を選んで4点ダメージ与えるってやつだった気がしますね、はい。あ、でこれね、聖ドラフトの例、こっちのイラストもいいかなと思ったんですけど、やっぱり最初のねイラストが僕好きだなと思って、最初の聖ドラフトの例も買ってきたはずですね。あ、で このね騎士意外と強くて、4マナでなんかアタックしてるクリーチャーがアタックしてるクリーチャー分プライチ修正だったかな、もしかしたら違うかもしれないですけど、なんかそんな感じの能力ですね。意外と、いっぱいで殴ったら結構強いような感じの能力持ってるやつですね、はい。でこれ結構強いなと思って2枚ぐらい買ってましたね。あ、でそうこいつね、聖ドラフトの例の、ね、フォイルを買ってしまいました。やっぱりジェネラルにするとしたら、ね、かっこよくないと、ね、いけないなと思ってこれにしたんですけど、なんかね確かもう一つねイラストの違いがあってね、なんかのプロモだったのかな、その聖ドラフトの例かっこいいなと思ってそっちにしようかなと思ったんだけど、そっちの在庫がなくてとりあえずこっち初版のフォイルにしましたね、はい。よし、とりあえず高そうなやつをここに乗っけておきました。そうなんですね、今回そんなに高いもの買ってないんで、唯一高いのがこの3500円のブラッドキーパー、ブラッドラインキーパーかな、一番高いの多分。よし、天使への昇天、クリーチャーかプレインゾーカーを対象として追放して44の天使がそのプレイヤーのところに行けると、はい、相手の追放してもいいと、はい。で天使翼の司教ですね、はい、これはライフが回復するので偉いと。で夜の騎兵、こいつは強い、5マナ4号で場に出た時に他のクリーチャーを探って対戦相手がコントしているクリーチャーを破壊する。でこいつが死亡した時に、墓地から点数で見たマナコストが3以下のクリーチャーカードを戦場に戻すことができるという、はい。これなんかサイクルなのかな、さっきのなんか赤いやつもいたんですけど、あ、これよくマジックアリーナで結構使ってたんですよね。漆黒軍の騎士1マナ1、2で、3マナ払ってプラス3修正と摂取を持って、で終了ステップに、プレイヤーがこのターンにライフ4点以上失ったら、プライチカウンターを受けると。一応この3マナ払ってこいつをパワー4にすることもできるんでっていうことができるやつですね、はい。でちょっとサイクルかなって言ってたやつの一体この炎の騎兵ですね。いや、あれだな、これ普通にサイクルだな、茨の騎兵とかいたよね、うん。白とアホがよくわかんないけど、でこいつは5マナ6号で、2マナで、プラ1プラ0と速攻持つと。あなたがコントロールしてるクリーチャーだからこいつ以外も速攻になるんですね。さすがに全部の能力は把握していないので、はい。で戦場に出た時に望む枚数のカードを捨ててその枚数に等しいカードを引いて、でこいつが死んだら各対戦相手と対戦相手がコントして各プレイン増加に、X 点のダメージを与える。で X は墓地にある土地カード、ちょっと難しいけど、はい、結構強そうですね。このね、いっぱい切削するデッキになるんでね、はい。で氷河の要塞土地ですね、はい。燃え立つ調査3枚引いてランダムに3枚ディスカードみんな、でこれもカード引いてディスカード3枚無造作のやつですね、はい、はい。こいつも なぜか買っておきましたね、はい。参考にした EDH レックのデッキに入ってたのでとりあえず買ってみようかなと思って、意外とでもこれ墓地からそう戻して
唱え直すことができるんで、意外とこういうのも強いかなと思って買ってみましたね。はい、はい、これもあれですね、カード4枚引いてランダムディスカード3枚、これもあれか、捨てた後に3枚引くやつか。はい、でこれは4点以上ライフを得ていたらシールステップに44天使が出てくる。これ意外と強いかもしれないな。はい、これは多層持っててプラス3マイナス3修正を与えるやつで、ドレッジ持ってる戦士さん、はい、ドレッジ4、はい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 。でノーボネ、ノーボネ、はい、これで何を落とすかっていう話なんですけど、多分どっかに落とすカードが入ってるはず。はい、雲海ですね。はい、これは聖ドラフトの例のデッキに入れようかなと思って買いました。あと3つある。意外とマジでカード買ったんだけど、デッキのリストも作ったんだけど、このここからデッキを組めるのかどうか、あまり時間がないんですよね。はい、これは場に出たら墓地にあるカードを手札に戻せる、強い。あ、これも強いですね。5マナ55、なんか逃走者デッキ買ったから、多分どっかにというか探せばあるんだけど、もう買っちゃいましたね。あなたが本当に知っているトークンでない騎士が一体死亡するたびに各対戦相手は1点ライフをしないカードを1枚引く、強い。で、音調の宮廷、これ何枚か買ったけど、はい、強いですね。はい、あれ、これ、なんだっけ、死の暴君、刃の翼、ロリックスかな。はい、7マナ66で飛行速攻を持っていて、こいつがプレイヤーやプレインズ王家のうち1つに戦闘ダメージを与えるために、墓地にあるクリーチャーカードを1体につき威迫を持つゾンビが出てくるという、意外と、しかもこいつも騎士っていうね、意外とこれすごいことになると思います。はい。はい、これは、あ、なんか、逃走者領域から呪文を唱えた分だけ、逃走者を唱えた回数1回につき、これをコピーする。だから、天使が出てくるんですけど、天使がいっぱい出てくるかもしれない。で、これ結構自分強そうだなと思って、なんか前も買った気がするんだけど、4マナ44飛行で、逃走者がプラ2修正と速攻を持つ、意外と強そうなカードですね。はい。で、ドラーナさんですね。ドラーナさんは、とりあえず吸血鬼デッキだったら強いかなと思って買ってみました。3マナ23で飛行先制攻撃で、ドラーナがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびに、各攻撃クリーチャーにプライチカウンター。はい、強い。で、輝かしい天使も買っちゃいました。これなんか日本産のやつっぽくないな。これ5点ライフ以上ライフ得ていたら、44の天使が出てくるってやつですね。はい、もうこいつだけで、6マナ払うとプラニ修正とハンコを持つんで、こいつアタックして通るたびにもう天使が出てくるんで強いと。はい、これもどっかに探したらありそうだけど、もう買っちゃいましたね。はい、5マナ44で毒性2を持った騎士さんなんですけど、場に出たら、マナコストが3以下であるクリーチャーカードを手札に戻せるっていう、はい、ちょっと面白いカードですね。はい、で、アダーカー高原。アダーカー高原はもうとりあえず買っちゃいましたね。はい、聖ドラフトの例にね。はい、で、エインジーもとりあえず買っておこうかなと思って買っちゃいましたね。こいつか、これでね、吸血鬼が場に出るたびに地トークンが出る。これでね、クリーチャー1体か地トークンを検出してあげて、2点ライフルーズで2点ライフを得ると。はい、そうそう、ここら辺のね、ドラキュラのカードをね、いっぱい使ったデッキにしたかったんだけどね、マジでオリビアのこの、このイラストを見てしまったがためにね、あ、そっちにしようと思って、すごいいきなり方向転換した感じですね。で、こいつはブロックされなくて、あ、じゃあ、こいつはブロックできなくて、で、プレイヤー1人戦闘ダメージを与えるたびに地トークンで、地トークンを2つ一気に下げると、墓地から戦場に落ちると。で、これは、そうそう、こいつをね、逃走者にしようかなと思ってたんですよね。ヘルニカ・ダムナティね。4マナ13で、ターンの戦闘開始にどれか選べるんですけど、まず1つか、それぞれクリーチャーを割くって、カード1枚、次がカード1枚引いて1点ずつ。で、最後は変身させるなんですけど、この変身させたのが意外とね、強くてね、はい。このフルアートホイールもかっこよかったんでね、いいなと思ったんですけどね。はい。で、飛行、接種、反抗を持っていて、3マナ払うと、全体に飛行と接種と反抗を持たせることができる。いっぱいマナがあれば、それだけ強化できるんで、意外と強いなと思ってね、はい。これもそうですね。同じサイクルというか、同じショーケース版の、不詳のソリンですね。4マナで、中精度4のプレインズオーカー。なんかボブっぽいことと、マイナス2で吸血鬼が出せるのと、マイナス7で13点ライフルーズ。ドレインか。って感じですね。はい、ここら辺のやっぱ、このフラートのホイールかっこいいですね。
ジュラシックパークのカードもそうなんですけど、意外とこのコラボのカードがかっこいいので、いいなぁと思って、このウォルダーレンの凍結紙も意外と強いんですよね。こいつか、あなたが本当らしいて、トークンでもこれでもないクリーチャー一体が死亡するために地トークンを生成する。毎ターン1回とかじゃないもんね、これね。で、地トークンを1つ生成するたびに、5つ以上の血があったら変身させて、なんか血がコウモリになるんですよね、血がコウモリね。戦闘開始に地トークンを最大1つを対象として22飛行速攻を持つコウモリになれると。このルーシーさんは可愛いのでとりあえず買ってみました。アンコモンだけどそんなに強くないかもしれないけどね。はい、これイラストがね非常に良いですね。はい、はい、そんな感じですね。よーし、もうまた手狭になってきた。よし、少しずらしたから大丈夫かな。よーし、あ、そういえばこの雲海の土地のサイクル、クラウドランドでしたっけ、確か。そうだった気がする。よーし。まず、次はアガディームの墓所ですね。墓地にあるクリーチャー分マナが出る。黒マナが出る。黒のクリーチャーのカード1枚につきか。意外と強いなと思って、これ、ゼンリカーのバージョンを買っちゃったぜ。そんなに高くなかったんで。はい、あと卑怯なもんですね。はい。で、クルラスの騎士。エレメンタル、萎縮を持っていて、マイナス1カウンターの形でダメージを与えて、で、カウンターが置かれているクリーチャーは攻撃もブロックもできないと。つまり、こいつをブロックしたクリーチャーは、ブロックも攻撃もできなくなると。はい。これは聖ドラフトの例に非常に強いカードですね。白である限りプライチ修正と反抗。で、青である限りブロックされなくなって、で、聖ドラフトの例が、4-4反抗、ブロックされないっていう、とてつもないクリーチャーになるっていうカード。これはマッドネス。そうそう。このオリビアのカードと非常にね、相性がいい。はい、マッドネス1マナで黒でないクリーチャーを破壊できるか。で、こいつね。このデッキのキーカードだと思うんですけれども。こいつは、墓地からしかプレイできないんですけど、で、こいつが場に出てる限り、墓地から騎士を唱えてもいいっていうね、非常にすごい能力があるんですよね。なんで、まあ、ノーボとかでこいつを墓地に送って、でそいつをハーコンを戻して、でなんかドレッジとかでいっぱい墓地に落としていくと、そこからもうどんどん唱えることができるっていうね、はい、そんな感じですね。でアザリスの遺憾、はい、買っちゃいました。で恐ろしいし、これ黒マナで1マナで墓地にあるカードの総数以下のタフネスを持つクリーチャーを破壊できる。黒でないやつだけで、これはなんか天使出せたな。なんかこれでもね、そんな強くなかったですね。はい。あれ、これ墓地からクリーチャー回収できるカード。で、これ結構強いなと思って、猛攻撃。1マナでクリーチャー呪文かけるのに成功したら対象のクリーチャーをタップすることができる。つまり、このいっぱい墓地に落とした騎士さんたちを復活させて、タップさせて、みたいなことができるんで、意外とこれ強いなと思って、ちょっと。4枚ぐらい買ってきましたね。はい。で、これは、戦場に出たときに死亡した。あれ、これ、あれか、もしかしたら、さっき説明したのは別のやつかもしれない。いや、もしかしたら2枚買ってたのかな。よーし、2枚買ってたぜ、これは。間違えて2枚買ったのか。2枚買っちゃおうかなと思って、もしかしたら英語じゃなくて日本語の方がいいかなと思って、こっち買って外すの忘れてたのかもしれないですね。はい、これはただの騎士ですね。で、切削するやつ、血の泉。これは終了ステップに4点以上のライフを得ていたら天使が出てくる。はい、これはなんか墓地からクリーチャーを戻せる出来事付きの騎士さん。パルヘリオンね。これなんかちょっとでかいから出すの無理かなと思ったけど、一応ね、買っときますね、これね。はい。で、これは、クリーチャー一体が死亡するたびに、1点のダメージを僕に与えてカードを引ける、なかなか強いカード。で、これは歴史的な呪文を唱えるたびに、各対戦相手に1点ダメージの騎士カード。これも強いですね。吸血鬼分だけドローできる、偉いカード。はい。で、これはこのターン死亡したクリーチャーにつき、プライチカウンターがいっぱい出てくると。で、バントゥの日ね、これ、黒のカードが、クリーチャー呪文がマナ少なくなると。はい。これ、天使のね、はい。あと、ソリン買っときましたね、ソリンね。はい。このイラストにソリンが書いてあるんで、ソリン買っときました。
入れるかどうかは分からない、はい、アガディームの墓所の続きがありました。まあこんな感じですね、はい、ということでね、意外と面白そうなデッキができそうなのでね、はい、またこちらをね対戦動画にして上げていきたいと思います。いつになるか分かんないですけど、はい、とりあえず直近で明日もう EDH で遊びに行く予定なんで、それまでにねこの2つのデッキを作ってね、今これ動画撮ってるのが今もう終わりそうなんですけど10時ぐらいで、でそっからまあ1時ぐらいまで作るとして、はい、間に合うのかっていう話なんですけどね、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた。じゃあねー。